ソニー仙台 FC は日本フットボールリーグに所属する宮城県の実業団サッカークラブ。登録チーム名はソニー仙台フットボールクラブである。1968年にソニー株式会社仙台テクノロジーセンターのサッカー同好会として発足。同年宮城県実業団リーグに加盟し、長年宮城県リーグを主として活動。1997年度の 全国地域リーグ決勝大会で優勝し、ジャパンフットボールリーグ昇格を果たした。ホームゲームは、ユアテックスタジアム仙台を中心に、Q&A スタジアム宮城、宮城西京恵やサッカー場、七ヶ浜サッカースタジアム、石巻フットボール場、角田市陸上競技場などで開催しており、主な活動地域としては、旧宮城郡地域となる。なお、 1998年は仙台市を本拠とするブランメル仙台がすでに JFL に参戦していたことから新聞報道では社によって B 仙台との区別から S 仙台としたりあるいは実業団チームであることを配慮し単にソニーと表したものもあった現在はソニー仙台という表記になっているジェフユナイテッド市原 千葉元監督の鈴木厚氏がコーチを務めたことがある。近年ではスカウトに力を入れており、大卒の選手、J リーグから戦力外になった選手を積極的に獲得している。2007年には元 U-15 日本代表候補の山本亮を2008年には元 U-17 日本代表の麻生浩平と未だ優れを獲得した。選手はほとんどが ソニーの社員であるが、社員以外のプレーも認めており、当時地方公務員であった大月武士が在籍していたり、大久保剛と町田多門など、J リーグから期限付き遺跡を中心に、プロ選手が在籍したりしていたことがある。エンブレムは、その昔、政治の中心地であった多賀城市を守っていた兵士の、刀をモチーフに戦う姿勢を表したもの。また、天に向かう剣は、 リーグの頂点を目指すという意味が込められている。その剣の上には、アルファベットの S と S の組み合わせ。配色は、ブルーをベースに、フェアプレーを表す白、冷静を表す水色。1998年に、東北社会人、サッカーリーグから、QJFL に昇格。同年の QJFL 参入初戦では、優勝候補のホンダ研工業と対戦して、 接戦の末4から3と大金制で船出を飾った。1999年からの JFL には、発足当初から加入。OBE の田端秀樹が監督に就任し、ベガルタ仙台から大久保剛を期限付き遺跡で獲得したほか上記の麻生、今田の他に、大滝義文など、大卒の選手を獲得し、また栃木 SC から谷池洋平。 徳島ボルティスからアモウ・リョウスケと J リーグでも実績のある選手を獲得し上位進出を目指したが万年注意という位置からの脱却ができず9位に終わった。ロアスソクマモトから FW、町型門を、また大卒では FW、沢口泉や DF、ヒカ・ハヤトを獲得し大久保も期限付き遺跡を延長した。序盤はなかなか調子が上がらず十位に甘んじたが後期に入り、 谷池を中心とした守備陣が安定して勝負ところで町田や沢口が得点を決めたこともあり後期は1位となり年間順位でも3位となり過去最高順位となった。夢半島千葉国体のサッカー競技青年男子に宮城県代表として参加し優勝した。リーグ戦は序盤こそ開幕ダッシュに成功したが前期5節以降に怪我人が続出し昨年のレギュラーだった。 町田やヒカが離脱してチームは4月以降2ヶ月間未勝利となってしまい、その後も谷池や花淵周平など怪我人が相次ぎき、結局前期は12位で折り返した。後期は天皇杯で J1 のベガルタ先代に勝利史上期の国体優勝はしたもののリーグ戦では、甲府長が波が激しく決定力不足になったこともあり、年間順位は14位と精細を欠いたリーグ戦と、 なってしまった。シーズン終了後にソニー仙台一筋に活躍した高野和隆、木村隆二が引退。町田も現役引退。大久保のベガルタ仙台復帰をはじめ8人が対談した。ブラウブリッツ秋田から菅原太郎、ビファーレン長崎から宮尾祐希が移籍。新人3人がソニー仙台に加入した。しかし、東日本大震災で、 多賀城市にあるソニー仙台テクノロジーセンターやその周辺が津波で壊滅的な被害に遭ったことによりリーグ戦参加の目処が立たなくなったため前期7節から17節までのリーグ戦参加を取りやめ後期第1節よりリーグ戦に参加することとなったチームは2ヶ月間練習できず全体練習が始まったのが震災から2ヶ月経った5月の中旬だった そして7月3日の後期第一節のアルテ、高崎戦より、リーグ戦に復帰した。しかし2ヶ月のブランクは予想以上に大きく、後期開幕後しばらく勝利を挙げられず、初勝利が9月23日の町田ゼルビア戦だった。その後も、雷雨や台風の影響で順延になった試合が10月に、組み込まれ、10月から11月に、週2回の試合が連続したこともあり、 選手の疲労が濃くなってしまい、なかなか勝利を挙げられず、結局後期だけ参加のリーグ戦は最下位の18位となった。本来なら、地域リーグに自動降格になるが、町田ゼルビア、松本山が FC の J2 加盟とジェフリザーブズのチーム解散があって、かろうじて JFL 残留となった。シーズン終了後、監督の田畑とフィジカルコーチの片桐美りが退任。 長年ソニー仙台でプレーした本田進氏が現役引退。菅原太郎も小与え CA ランを大分へ移籍をはじめ、麻生浩平と花淵周平が対談。遠藤博氏は GK コーチ専任となった。コーチだった石川雅人が監督に昇格。現役を引退しばかりの本田がコーチ就任した。またベガルタ仙台から大久保が2年ぶりに復帰したのをはじめ、 ジェフリザーブズから滝本裕太、あるテ高崎から山藤健太と、伏施裕太を獲得したが、新卒で加入した選手が、JFL 加盟後初めて一人もいなかった。開幕に連敗したもののその後は、リーグ2位体の失点数もあり、守り勝ちする試合で勝ち点を積み重ねた。しかしリーグワーストの27得点を示すように、年間通じて決定力不足に悩まされ、 特に、リーグ後半は決定力不足が顕著になり、8月以降、複数得点する試合が1試合もなく、最後は10試合連続未勝利、4試合連続完封負けで、リーグ戦を終えた。シーズン終了後に、橋本直樹、斉藤正也、門馬忠、山内達夫の4選手が、車両専念で、現役引退となった。佐川氏が FC より、中村元を、新卒で、 松岡祐介、小木原健太、不老祐介をそれぞれ獲得した。また GK、金子進が長期離脱の怪我を負ってしまったため3月にベガルタ仙台から石川里氏を急遽レンタル遺跡で獲得した。8月にリーグ戦で12得点した大久保がモンテリオ山形へ完全移籍した。大久保が抜けてからは決定力不足に陥ったものの、 最終的には9位でシーズンを終えた。シーズン終了後に、谷池洋平と東北リーグ時代から唯一ソニー、仙台に所属していた千葉雅人が現役引退し、千葉は JFL 特別賞を受賞した。また山藤健太が、津営金沢へ移籍。石川聡氏はベガルタ仙台に戻った。川口大輝、吉田利久、細見良、田中秀俊 うちの太の大卒選手5人が加入した。ファーストステージは4位、セカンドステージは5位で、年間順位も5位で終わったものの天皇杯2回戦では、鹿島アントラーズに2から2で PK 戦の末勝利し、前年の雪辱を果たした。そして内野が、新人ながら12得点で得点ランキング3位に、食い込み新人王を獲得。 シーズン終了後、2003年から12年間在籍した、桐田秀樹をはじめとして、元木和馬、宮尾祐希、李沢忍治、布施優太の5人がチームを離れた。前年同様末、藤正慎、前沢孝樹、秋元優太、金子隆弘、有馬の淳ら大勢の大卒選手が加入。しかし開幕したばかりの4月に、不老雄介が都合により、 ソニー仙台からの対談が発表された。ファーストステージ開幕より無敗で進み一時は首位に立つも終盤の第13節ホンダ FC 戦で初黒星を喫すると次の第14節回 C 大阪戦で引き分けとなり同じ東北のバンナーで八戸に特殊点差で首位を譲ってしまいファーストステージ最終節の奈良クラブ戦で勝利したものの前日に勝利した八戸に 特殊点差を呼ばずにいいで終わった。さらに8月23日の天皇杯宮城県代表決定戦で仙台大学に1の3で敗れて10年ぶりに天皇杯出場を逃した。セカンドステージは当初から校長で11勝4分けの無敗で初のステージ優勝を飾った。そして JFL チャンピオンシップはバンナーで8の部屋相手に2000合計で1の1となり、 延長戦でも決着がつかず、PK 戦の末後から読んで勝利し、JFL 参加17年目にして、初のリーグ優勝を果たした。シーズン終了後に、松岡雄介、沢口泉、前田和幸、田中秀俊、川口大樹の5人がチームを離れた。三浦雄希、井原氏渡る、鈴木正代、平野厚氏、藤原元樹、古川祐希の大卒選手6人が加入した。 ファーストステージは6勝4分4敗の勝ち点23の7位。岩手国体では優勝した静岡県に敗れて、準優勝に終わった。セカンドステージは、第5節から15節まで11連勝を飾り、11勝1分3敗と、勝ち点34としたもののセカンドステージ優勝の、本題不思議に、勝ち点2差及ばずにとなり、リーグ連覇は叶わなかった。シーズン終了後に、 長年ソニー仙台に在籍した村田淳平はじめ大滝義文、佐藤秀幸、細見良と GK コーチの遠藤博士がチームを離れた。さらに、松藤と前澤が J3 に昇格したアスルクラロ沼津に移籍した。バンラーで八の兵から菅井信也が移籍。富沢右京、吉森京平、菅原圭介、丹大総渡る、石橋治氏の大卒5人が新加入した。 ファーストステージは勝ち点36の2位で、セカンドステージは勝ち点23の7位となり、年間順位は勝ち点59の3位となった。シーズン終了後に6年間式を取った石川正人監督が退任。また日カ早人と平野ノが退団。有馬の順が FC 周りに完全移籍した。新監督に本田進氏コーチが昇格。 OB の中村元がコーチとしてソニー仙台に復帰した。また新卒で山崎和穂、杉田雅彦、田中隆志郎の3人が加入した。ファーストステージは7勝3分5敗の勝ち点24の6位。セカンドステージは9勝1分5敗の勝ち点28で3位で年間では勝ち点52の4位となり順位を落とした。その中で藤原元が チームトップ、リーグ3位体の16得点で、チーム唯一の JFL ベスト11を獲得した。シーズン終了後に長年チームを支えた、瀬田隆人をはじめ山田祐介、井原氏渡る、石橋治氏・治サ滝本雄太が対談、引退となった。新卒で、宮本哲平、平田武と、吉川圭介、石上明、佐川宮美博士が加入した。 2019年7月31日をもって、本田進氏監督が退任し、中村元コーチが監督に昇格した。最終成績2位となった。佐藤緑、金井冬土、吉野蓮、鈴木慶太郎、松本匠、鴨川優斗が加入。最終成績は3位となった。ありがとうございます。